新空港選挙今回はいただいた考察を紹介していきますトピックスはこちら今回は山猫と竜とと竜蛇カンヌシに関して話してて話いいいきたいと思います考察たくさんいただいておりますのでネズミと犬やジェシーさんに関しては次の動画でお話しいたしますそれではまずは山猫に関してこんな考察ラインいただきました 山猫に関しての考察ですが山猫は前作の相関図に登場している可能性が出てきました今作は P2 計画が公になってからの話なのに P2 計画に関する政治家が捕まっていたりと前作の内容を引き継いでいますならそれに伴ってまだ P2 計画の全容が明らかになっていない可能性もあります もしかすると山猫はもっと政府上部の人間で船の事件を隠蔽しようとしたなどの罪があるのかもしれません。じゃあその山猫は誰なのかとなると一番しっくりくるのは前作で捕まった備前本部長あたりではないでしょうか。 捕まっているのにとなりますが、ここで一つ疑問です。捕まっているという確実なシーンが明記されていないので、捕まったと思わせていて、実は捕まっていなかったとかもあるのかなと思います。双葉が山猫の説もありますが、それだと武蔵を追う理由になりませんし、なんなら兄を餌に捕まえる必要はありませんしね。という考察コメントをいただけました。ありがとうございます。 以降は考察に対するお礼は省略いたしますが考察くれた方皆さん本当にありがとうございますまずは今回の選挙に P2 計画が関係しているかどうかですがそれはまだ分かりません別な考察でもプレミアムパナケイヤ号に関するのがありますのでもしかしたら関係するかもしれません次に山猫が備前本部長という考察ですが面白いですが個人的には薄いと思います 確かに備前本部長は大病院選挙の時に取り調べを受けているだけで逮捕されているわけではありませんでも P2 計画の黒幕である国会議員の北見が逮捕されています備前本部長も長門知事も逮捕されていると思いますこのいただいた考察では山猫双説は否定されております現在の山猫の説は「双葉説」「県一説」「まだ出てきてない説」の3つが主流だと思います 山猫双葉説に関してこんな考察いただきました。私も山猫イコール二羽説をしたいです。武蔵健一の失踪は山猫が生み出した嘘って獣が言ってるから、双葉が健一を消して失踪させたことにしてるんじゃないかな。で、闇に葬ったはずの健一事件を掘り起こされるのはまずいと思って獣についてきてしまったという予想。 そうですよね武蔵健一の失踪は山猫が生み出した嘘というのが現在の登場人物の中で嘘がつけるのは双葉だけですだから双葉怪しいんですよねさらに山猫双葉説を補強するこんな考察コメントいただきましたアメリカの戦闘機のワイルドキャットが別名意地悪女だから山猫は女かな猫といえば女性なんですねまあ昼ドラでこの泥棒猫 とかよく言われてましたからねでも山猫は眠らない」という映画は男性ですしねただその映画の現代はスナイパーなので難しいところです次は山猫に関してこんな考察コメントをいただきました山猫の件ですが皆は健一か二端と言っていますが気になるものが見つかりました龍が武蔵三郎に対して健一の窒素のことで話しました「武蔵三郎お前も嘘で人生が変わった」 武蔵健一の失踪は山猫が作り出した嘘だ武蔵健一は本当にお前を捨てて失踪したのかと発言しましたこの発言に対して思ったのですがもしかして健一は山猫そのものではなく警察や空港の悪事と山猫の正体を暴くために身の危険を感じてサブローと双葉から姿をくらませたんだと思います まあ生きてるかどうかは分かりませんがもう一つ健一がすでにこの世にいないかっこ山猫に殺されているようなことを指している気がしました健一が山猫であることは何か引っかかっているかもしれずミスリードの可能性があるかもしれませんとのことですこちらは私が唱えたケンイチ美盤説に通ずるものがありますただこの説でいけば健一は山猫を倒そうとした側です 生きているかどうかは分かりませんが現場にいたら獣側の人間ですその健一の家族である三郎と双葉への獣の当たり強くないですかねなんか直接の恨みはないけどやってもいいやろうという気持ちを感じますその武蔵家に関してこんな考察コメントいただきました武蔵三兄弟についてですが年の差により本当の兄弟なのかと浮上しています サブローがケ一イチと双葉とは血のつながっていない義理の弟なら彼の妻子を殺すことも山猫であることも問題ありませんとのコメントです武蔵ケ一が生きていれば現在54歳武蔵双葉が現在51歳武蔵サブローが現在41歳ですケ一とサブローで13歳差双葉とサブローで10歳差です正直桜井さんが銅眼のせいなんでしょうがないんですけど 最初三郎と双葉が兄弟に見えませんでしたぱっと見だと親子設定でも違和感がないなと思いました10歳差なんでそれはありえないですけど無駄に年の差があるんですよねだから三郎が養子というのはありえますただ何のために養子に迎えたのかは分かりませんが次は武蔵家と隠し動画の暗号に関してこんな考察コメントいただきました 第5話放送後の隠し動画で毎回出てくる英単語なんですが、第5話放送後に出てきたのがザットでした。しかし単語の横にネズミのお面が全部ではありませんが、大部分映っていたのですが、右部分が少し映っていなかったので、そのネズミのお面を英単語のマウスとして、全部は映っていないのでマウスの E を取り、今回の英単語はザットモスとします。 そして、今までの英単語を合わせると、The truth that comes at the end of this occupation incident is that most という文を翻訳サイトの DeepL で翻訳すると、この選挙事件の結末にある真実は武蔵にあると翻訳されました。なぜかこの DeepL だとこのような翻訳になります。 他の翻訳サイトでは翻訳されないので、ドラマ制作人はあえて一定のサイトだけで翻訳されることを知っていたと思われます。武蔵ということは、武蔵双葉、武蔵賢一が鍵になるんですかねという考察です。本当に素晴らしいですね。よく調べました。この考察が当たってるかどうかはわかりませんが、100点を挙げたいです。 ここまで来て、健一と双葉が関係ないということはあり得ないので、何かしら関係しているでしょう。次は、ヤマネコの手下に関して、こんな考察コメントをいただきました。ヤマネコですが、本部長と岩月は、ほぼ核でヤマネコの仲間、もしくは岩月は脅されている、っこ命令されているのどちらかだと思います。なぜなら、岩月が泉をお取りに使うときに困惑していたからです。 もし山猫側なら泉がいなくなり山猫側の人間が事件解決の進行を行う方が有利だと思いますここに関してはただ山猫の仲間がお互いに認識していない説はありますがという考察ですそうですね大久保は山猫側でしょうね岩槻がまだどっちとも言えないんですよね普通に新人情報分析官というのも面白くないんで山猫に操られてるんですかね それとも犬なのか次は双葉と竜と蛇に関してこんな質問いただきました新空港選挙でで気になるる場面があるので報告します第3話で双葉が竜に呼ばれるシーンですが一体何のために呼ばれたのかよくわかりませんまた呼ばれた時に駿河があの時だけ蛇のお面をかぶっていたのはなぜですかねひょっとして駿河はもともと双葉を知っていたからあの時だけお面をかぶっていたのかもしれません 三郎の兄の失踪の原因を蛇が知っているのかもという質問です確かにあの時リュウが双葉にお礼を言っただけなので何のために呼んだのかはよく分かりません理由を考えるとしたら双葉を呼ぶことで疑心暗鬼にさせてるんじゃないかなと思うんですけどねあとはドラマ視聴者には後で見せるけど龍と双葉の間で密約が交わされていたとか駿河のお面は気づきませんでした駿河と双葉は面識があるんですかね そして健一失踪の原因ですが獣全員知ってると思います健一失踪の原因とヤマネコが関連するから双葉と三郎を呼んでいるので次は龍と蛇ルガそして武蔵三郎に関してこんな考察コメントいただきました龍の娘ルガの芽衣プレミアムパナケイヤ号で亡くなった龍も船に同乗していたその事件の真相を知る泉の旦那の死の真相も知っている プレミアムパナケイヤ号の事件がなければ鬼グループが生まれなかった。武蔵三郎は過去事件に巻き込まれ武蔵家に里子できたか武蔵家が誘拐犯の一味で誘拐した子を健一と双葉の兄弟として育てられた誘拐されたのであれば終わり家か竜蛇の兄弟の可能性があるという考察です三郎が誘拐された被害者だとしたら獣たち当たり強すぎません あと今回ののにプレミアムパナケイヤ号は関連するのでしょうかあとコメントか LINE で頂い,いたのですがすいません今ちょっと見つけられないんですけど人質交換の時に龍が泉に「犬の鼻はよく効く」という言葉を残しました龍が泉に残した言葉はこれだけではないという考察を頂い,いておりましたそうなんですよね犬の仮面のことだけだったらあんな大掛かりなことをしなくてもいいんですよ だから別なことを伝えたかもしれませんしそれはプレミアムパナケイヤ号につながるかもしれません次は5話でインパクトを残した男のことです神社の男の行動が怪しかったです怪しいどころか刀振り回してますからね次回予告で獣と一緒にいるので十二子ではないけど獣側だと思います十二子の偶話では神様が競争させるのでその神様ポジションなんでしょう ただ詳しい計画とかは知らないと思います。知ってたら武蔵を攻撃しないと思います。武蔵死んじゃったら真相を究明する人間がいなくなってしまいます。次は館主に関してこんな考察コメントいただきました。考察お疲れ様ありがとうございます。5話の最後でサブローが館主の七尾に襲われているところは七尾も空港選挙に協力した人物なのか？ 次回予告の神社で7人の獣が集まったシーンでちょっと映ってたしな。で、七尾というのは7つの尾。次回予告に映っていたのは尾を持つ7人の獣。つまり獣の協力者という意味合いも持っているのではという考察です。うまいきっとそうでしょう。次回予告のあの現場にいたのが、竜、蛇、馬、イノシシ、牛、ウサギ、羊です。これで7人です。 鳥と丹波親子そしてネズミと思われるジェシーさんは別のところ生まれですあの町で生まれたのが7人だから7尾だとしたらいまだわからぬ犬はあの町生まれではないのでしょうか犬の正体に関しては次の動画で迫りたいと思いますさて話は変わりまして昨日バレンタインデーでしたね私は例年通りゼロ個でしたがバレンタインが過ぎても年中受付中ですということで新空港選挙第6話楽しみですね ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。また考察動画あげますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。公式 LINE やってます。着替え LINE 送ってください。仲良くしましょう。LINE Pay や PayPay、天義婦で投げ銭もできますのでよろしくお願いします。そして現在スポンサーを募集しております。動画内に提供を入れることができます。提供を入れる頻度や場所によって料金はかかります。詳しいことは LINE や X からお気軽にお問い合わせください。現在最低1000円から受けたまわっております。 この動画は、んごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。